そうすごくないですよ、うん、確かにひでえな確かにひでえなそれいやチャンネル飛んではいどうも、はい、水溜りボンドですお願いしますね毎日動画頑張っていきましょうということでねサブチャンネルですけどねはいサブチャンネル毎日メインの感じで来たな確かにはい LINE ID 流出みたいなのあったじゃんまあ流出させるやつねさせて、うん、友達がね1000人に行ってもう追加できなくなったんですよはいはいでもなんかもうその日中に俺消したのよねアカウントちゃんとはいはいでふと思ったのが、うん、俺の LINE ID がもうさ誰でも使ってよくなっちゃうわけよそのだから別にカンタがその ID をこう放棄した瞬間にそう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 じゃあ俺がって取れるってことねそう作ったやつ覚えてたら、うんなりすましができるなと思った、はいはい、例えば俺の名前でカンタで同じアイコンにしてたらあの動画見た人がどんどんさ追加してっちゃうじゃんだから例えばカンタの顔写真でカンタの ID で例えば出会いを、まあ、ねやる人がなんかその女の子に LINE するとかそうで俺のせいになっちゃうじゃんだから業者がそれで個人情報を集めるとかねってなるなって思って、うん動画で言わなきゃいけないなと思ったんですよ。その、うん、もうないですよっていうの。なるほど。でも、実は僕もう一回同じアカウント作ってました。だから、今まだあのアカウントはカンタが保有してる。いや、二回目の俺。うん。で、もう見てくださいよ。これもう999になってるってことは、普通の俺らのアカウントよりめっちゃ多いもんな。確かに、確かに。なりすましだとしたら、うん999人の個人情報抜かれてんぞってことなんだ。危なかったね。マジで気をつけましょう、みんな。今でしょ検索してはいけない。LINE ID。LINE ID。いや、だから、これも牽制のつもりだったんだよ。うん。普通の名前しとく？何が正解？このアカウント追加しても返ってくることはないですよ、ってことね。でもまあ一応簡単持っといた方がいいと思う。持っといた方がいいよね。だって、俺がもし辞めたらさ、ねえ、うん、誰かがさ、なりすますかもしれないしさ、うん、多分登録しちゃうと思うんだよねしちゃうでしょでなんかさ無茶振りされてもさそれが企画かもしんないと思ってさそう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 やっちゃったりするかもしんないから、だからなんだ iTunes カード1000円分買ってくれって俺がもし言ったらでファンに言ってみたって企画かもしんないからねそうそうそうもう俺らがやってることむちゃくちゃなのよだからそれを信じさせるぐらいのことやってるから、うん、だからもうこのアカウント持ってるけど一切見ないしうんつってもちょっと不便なのねなんだ本当はこっちもなんかアカウント持ってたら楽だからさうんまあでもいいけどしょうがないから、まあ、しょうがないなうんだからもうみんな本当気をつけた方がいいと思いますはい、はい、じゃあそういう動画を一応出しますそうだねちょっと一応注意喚起するじゃないけど、はい、一応これカンタは持ってるけど、はい、絶対検索してはいけない LINE ID って書いてあるんだからあと見ないので別に意味ないですよってことねはい、はいはい、ということでセカンドチャンネルでしたはい、はい、また明日